活のプロのですね、小笠原さんに来ていただきます。自己分析で本当に必要なの？その人の特徴一つにまとめて話をいつもするんですね。あれめっちゃいいと思ってて、本当に最大手だなっていう会社さんばかり、学生からしてもありがたい話ですね。どうも皆さんこんにちは、トップシューのたすけです。チャンネル登録ベルマークのクリックがまだの方はよろしくお願いします。本日は就活のコンテンツなんですが、就活のプロのですね、小笠原さんに来ていただきます。こんにちは。まずはじめに簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。エンジャパン株式会社という会社で、iRoots という新卒ダイレクトリクルーティングのサービスを運営している小笠原と申します。簡単にですね、経歴申し上げますと、1999年に大学を卒業しました。そこからですね、基本的にはずっとこう HR、人材に関する仕事をしていまして、途中で、そういう人材会社のその人事採用の責任者みたいなものを経験していました。で、そこからですね、基本的には新卒採用される企業、日本の最大手の会社からグローバルの会社、スタートアップの会社までですね、新卒採用の責任者の方、ご担当者の方、時にはその CEO の方の採用のそのご支援っていうのを直接マンツーマンでやらさせていただくことが多かったですね。今はiRoots というサービスのプロダクトというところに向き合って日々精進していますというところです。ありがとうございます。さすがもう20年以上この HR の領域にいて、人事も経験されているし、人事の採用支援っていうのも数千社っていうことだと思うんですけど、もうスペシャリストと言えると思うんですが、このチャンネルは学生が主に見ているチャンネルで、ベネフィット、学びを与えるチャンネルだったりするんですけど、その観点でいくと多分小笠原さんはおそらく人事の裏側だったりとか、採用側の意図とかをよくご存知だと思うので、ちょっとその観点で今日学生に役立つコンテンツを一緒に取れればと思ってますので、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、テーマとしては質問がすごく多い領域として自己分析があると思ってて、就活始めたての子たちが特に悩んでるんですけど、自己分析本当に必要なのとか、重要性がわからないとか、やり方わからないみたいな形で、なんかすごくふわっとしたものとして思われちゃってるんですよね。なのでちょっとここをプロの小笠原さんと取っていければと思ってます。まず最初に自己分析がなぜ重要かと言われている一般論みたいなところを僕の認識でちょっとお話しさせていただくと、基本的にはやっぱり志望する企業が自己分析で決まるからとか、自分も分析してこうだからこういう企業好きだよねとかって決まるところがあったりとか、あとはそもそも ES とか面接っていう具体的なこの選考フローの中で求められる内容が自己分析ができてないと通過できないものになっているからやるみたいなところで、重要だよねっていうふうに一般的に言われていると思うんですよ。その中でこう小笠さんが考える自己分析といいますか、自己分析って小笠さんから見るとこうどのように捉えられているというか、どういうものなんですかね。まず難しいですよね、自己分析ってね。いやー、そうなんですよ。正直ですね、私も今だにちゃんと自己分析できてるのかわからないぐらい難しい、つまり自分のことってちゃんと分析するのはまず難しいっていうことが大前提かなっていうふうに思っているということですね。よくですね、学生さんとも結構話するんですけれど、自己分析っていうふうに難しいワードで捉えるのではなくて、まず自分を知ろうっていうことを最初に話をしていることが多いですね。自己分析っていうところと自己認知ですかね、微妙に違うかなというふうには思っています。その自己分析と自己認知の違いのところをまず整理しておきたいんですけど、具体的にどう違っていくんですか。分析って言葉の通り分けて、理解することだと思うんですよね。自分の中のこの部分はこうだっていうふうに分けて理解することで、認知っていうのはまず知るっていうことだと思うんですけれど、例えば理系の学生さんが研究対象のものとかであれば、ちゃんと研究対象のことをまず知ろうと思うんですよね。知った上で分析しようと思うんですけれど、自分自身のことって知ったつもりになってしまうっていうことが結構多い気がしています。なので知ったつもりっていうところを、いや意外と知らないかもしれないっていう、その原点にちょっと確かえてもらって、まず自己分析を進めてほしいので、自己認知という話をしています。僕もしっくりきますね。やっぱり自己認知って例えば客観的に見るみたいな意味合いもあるのかなというふうに思ってるんですけど、要は自分が理解しているものと他人が理解しているものも違って、他人の視点での自分っていうのも踏まえたものが、そうですね、なんかそんな意味合いもあるように感じたんですけど、そこはいかがですかね。その通りだと思います。よくこう出てくるのが、自己分析ってその自分の強みを出すみたいな、そして理解した上でその企業に伝えるみたいな話をよく学生さんとか、あとはキャリアアドバイザーの方とか話されると思うんですけれど、なかなかね、自分の強みみたいなものって発見しづらいなと思っている学生さんが多いんじゃないかなっていう。僕らって強みとか弱みという言い方ではなくて、その人の特徴
ていうふうに一つにまとめて話をいつもするんですね。強みは弱みであり、弱みは強みでありって話もよく聞くと思うんですけど、学生さんにですね、自分の強みっていうふうに聞くとなかなか答えづらかったりと思うんですけど、そんなに無理しなくていいかなと思っていて、まあ、まさに自分の弱いところなんだろうみたいなところをこうどんどん上げていくっていう作業から入っていくといいかなと思っています。自己分析と自己認知の大きな違いとして、自己分析はその意味を含むこともあるとは思うんですけども、基本的には例えば自己 PR とか面接選考を突破するために自分の強みを見つけるっていうところをで解釈している学生が多いかなと。その中でも自己認知っていうのは実は弱点にもしっかり目を向けることで、その弱点は実は強みの裏返しであって、自分が気づけていない客観的な強みの発見につながったりとか、そういうこともあるっていう風に理解しました。自己認知って要はこう客観的に自分を認知するっていう、学生からしたら結構難しいことのように聞こえると思うんですよ。ここのなんか具体的ないい進め方とか客観視の仕方ってあったりしますかね？そうですね、よく言われてるのは自分の幼少期からの経験書き出すっていうこととかだと思うんですけど、それを紙に書き出すだけとかだと発展性みたいなところがないと思うですよね。そのアイルーツなんかでもやってますけど、はい、アイルーツのプロフィールで例えば幼少期からのところをこうまずは書き出していきますと。書き出すと企業のその人事とかそのリクルーターに、まあ、見られるかもしれないみたいな、まあ、そんな感覚を持ちながら、書き出していくと。アイルーツでプロフィールをこう書いてもらうとですね、自然言語処理っていう機能があって、でプロフィールを6センチぐらいこう書き出していただくんですけど、自然言語処理というシステムで自動判定して、あなたはこういう人ですかっていうような可視化されるようなあの仕組みがあったりするんですね。なるほどなるほど。我々も書籍とかでもライフチャートとか紹介してて、手でこう書き出してみてっていうことを今までお勧めはしたんですけど、要はテクノロジーが発達していて、まあ、今はプロフィールを入れるだけでそういった AI が自動的に客観視するお手伝いをしてくれる、そうですね、ようなサービスも世の中に出てきてるってことですよね。はい、まあ、多分ですね、まあ、今日本のその新卒就活のそのサービスで、まあ、それだけ自分自身のありのままみたいなとこ全部入力して、はい、AI 診断されるみたいな、そうあまり多くはないと思うんですが、まあ、そういうやり方はあると思います。自然言語処理って言ってもですね、機械の感性でそれを判断しているっていうわけではなくて、我々がですね、まあ、それいろんな企業 の, その人事の方、あの信頼できる人事の方に依頼してですね、こういう学生のプロフィールだったらこういうふうな学生じゃないかみたいな、多くの人数のですね、人事の方の意見でアドバイスを参考にして作っている。その結果としては学生の特徴みたいなところが言語化されたりとか定量化されたりっていう意味ですか？あ、そうです、まさにおっしゃるんです。なるほど、それめっちゃいいですね。例えばそれが正確に出るんであれば、自己認知している特徴とか、この特徴はこれぐらいのレベルかなみたいなところとの乖離があったら、これが自分が認知できてない部分っていうふうになるわけじゃないですか。そうですね、うん、認識した上で、企業選定だったりとか就活が本質的に進められるっていう意味では、インプットして作るだけでもだいぶ違いそうですね。そうですね、幼少期からの経験を すぐにその企業の人事の方に公開しようと思うのは少しハードルがあるかと思うので、うん、その手前で AI 診断みたいなことをこうやっていって、こういうふうに見えるのかっていうところから、またさらにもう一回自分自身のプロフィール見直していく、こんなことあったなみたいな、こんな気持ちもあったなみたいなことをさらに追加していくみたいなところは、結果的に自己認知っていうところにより繋がっていいかなと思います。なるほどなるほど。しかもあれですよね、僕アイルーツさんは結構学生にお勧めすることも多いんですけど。あ、本当ですか、ありがとう。加えてその結果をもとにスカウトじゃないですか、うんうん、あれめっちゃいいと思ってて、うん、要は自己認知するための材料として、その人のいろんな特徴とかが分かった上でそこに対して企業をスカウトってくれるってことですよね。そうですね、それがすごいなと思っていて、ただ僕疑問としては、ダイレクトスカウト、ダイレクトリクルーティングみたいな文脈は流行ってはいて、そういうスカウトサービス登録するとめっちゃメール来てうざいんですけどみたいな学生が結構いると思ってて、そこら辺はアイルーツさんはどう対策されてるの？基本的にはアイルーツの場合はですね、企業を厳選しているっていう風な言い方をよくしているんですけど、なので他のスカウトサービスさんがどうかっていうのはちょっとわからないですけれど、アイルーツから送られてくる企業でなんか変な会社からいっぱい送られてきたみたいなことはあまり聞いたことはないですね。例えばなんですけど、どういう企業さんから届くことがありえるんですか？基本的には大手の会社、あの最大手の会社からスタートアップまでっていうところがあるんですけど、例えばこれ企業じゃなくて省庁さんとかも活用いただいてたりしますし、はいはい、総合商社とか大手広告代理店、博報堂さんとか、お三菱総研さんとか、外資でいうと IBM とか、お
本当に最大手だなっていう会社さんばかり使っていただいてる感じですね。あ、それはかなり激戦されてますね。総合書士とか博報堂とか、そうそうそう、ここら辺も学生の人気銘柄なんで、そのあたりからスカウトが届く可能性あるっていうのは学生からしてもありがたい話ですね。そうですね、詳しくはですね、アイルーツのホームページ見ていただければと思います、はいはい、ホームページに載せてる会社は十数社しかないんですけど、その他ですね、数百社の企業が活用していただいてて、学生さんがスカウトをもらうと、この大手の企業からスカウト来るんだって皆さんびっくりされるので、いい体験提供できてるんじゃないかなというふうには思ってますね。まとめると、自己認知が客観的にできるツールとしてのアイルーツっていうのがあって、それだけでもかなりメリットあると思うんですけど、加えて今言った、まあ、名だたる有名企業からスカウトが届く可能性あるっていうのがアイルーツさんの魅力かなと思いますので、ぜひ今日の動画でね、興味持った学生の皆さんは特集の今の動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらから皆さん登録してみてもらえるといいかなというふうに思います。小笠原さんに紹介いただきましたけども、アイルーツさんの中には性格検査っていうのもあって、これを受験すると皆さんの性格の性向といいますタイプっていうのが客観的に分かるっていう機能もついてたりするので、ぜひそこも踏まえて、興味を持った方はですね、概要欄の方から登録してみて、やると無料で使えるはずなので、ぜひぜひ皆さん使って有利に就活進めてもらえればと思います、はい、ということで今日はすいません、長い時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。またちょっといろいろ人事の裏側とか教えてください。学生も待ってると思います。はい、よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。